イワン・ミハイロビッチ・モスクビンは、ロシアの俳優。モスクワ芸術座で活躍した。トルストイ、皇帝、ヒョードル・イワノビッチの皇帝ヒョードル役などで名声を得た。他にも、ゴーリキー、ドンゾコルカ役などを演じた。モスクワ音楽学院で、クニッペル、メール・ホリドラと共に、ダンチェンコから教えを受けていた。モスクワ芸術座創立初期からのメンバーの一人である。また、 モスクワ芸術座の花形とされ、モスクワ大学の教授より高い給与を得ていた。モスクビンは論文で、ソベート政府とボリシェビィキ等は芸術座に強力な支持を与え、革命前人民のための劇場創設を自己の生涯の目標とした人々がわずかに夢見ることのできた高さにこれを引き上げたのである。 私は、我が劇場に対する党と政府の配慮の大きさをもう一度評価するために、芸術座が終始変わらない、限りなく敏感な友人と幸福にも辞任する、二人の偉人の名を挙げるだけでも十分であろう。レーニンとスターリンは、芸術座に配慮と愛情を示した人々であると述べている。ありがとうございます。